横浜みなとみらい21横浜三井ビルディング原鉄道模型博物館三井不動産横浜三井ビルディング原鉄道模型博物館原鉄道模型博物館は神奈川県横浜市西区みなとみらい地区の横浜三井ビルディング2階に所在する三井不動産が運営する鉄道模型等を展示する博物館である当館は国有元専務で 世界的に著名な鉄道模型製作、収集家の原慎太郎の世界一とも言われる量の鉄道模型コレクションの一部にあたる約2500両を収蔵し、このうち約1000両と鉄道関連資料を展示する延べ床面積約1700平方メートルの博物館である。館内には一番ゲージの室内ジオラマとしては世界最大級の面積となる。 約310平方メートルの一番鉄もパークジオラマが設置され、この上をコレクションの鉄道模型が走行している。2012年7月10日に開館。同日に天照道港未来展がミュージアムショップとして当館開花の1階に開店した。一般公開されている一番ゲージのレイアウトとしては、世界最大の規模の現鉄道模型博物館の巨大、 レイアウト等間に収蔵されていないものも含めると、現コレクションは、所蔵模型約6000両、撮影したスチール約10万、フィルム約440時間、鉄道書籍、関連コレクション多数から構成されており、その特徴は、蒸気機関車から電気機関車へと鉄道が著しい発展を遂げた、時代の世界中の鉄道車両を再現した模型コレクションであることと、 多くの模型が徹底した再現性を有していることである。特に原が生涯にわたって自主制作や特別発注して制作されてきた約1 0両はその再現性が高い。これらのコレクションは原が延べ約380カ国を訪問して鉄道写真を撮影したり鉄道資料や模型を収集することで質、量ともに充実されてきたものである。 2016年7月に一般公開された台湾高雄市の公明製台湾鉄道館にも特設展で、トーコレクションの一部が約1年間貸し出されている。公式サイト営業概要を参照。ありがとうございます。